黒くて、なんか全然大したことなかったから、だから、ちょっと代用品ということで、このチャリンコの鍵あるでしょダイヤル式のさ。これもたまたま売ってたから、これを買ってきて、あの、じゃこれを手首に、こういう風に繋がれ、繋がれたと仮定して、これをね、 あのこれ、この脱出法を教えます。この脱出法。これダイヤルもわかんないから、見、見向き取れないでしょ。じゃあこれどうするか。ね。これをどう外すのが、一番最適な方法なのか。それはこれだよ。うぅ見るよ。 あっさりだ。な。あっさりぶっちぎってやってよ。これ。ガチられて、な、手首を縛られて拘束された時の脱出方法は、ね、なんでもいいよ。結束バンドでも、ね、こうチェーンでもなんでもいいけど、 ぶった切れ。それだけだよ。簡単だろな誰でもできる方法だから。ぜひやってみてください。よろしく。